早速討論を始めていきましょう。一つ目の質問は通常設問です。立候補予定者の皆さんにそれぞれ自己紹介と立候補の動機をお聞きしていきます。発言時間は2分とさせていただきます。それでは初めに菊池幸男さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の菊池幸男でございます。私は最初に公職選挙法のさまざまな縛りがある中で、今回このような討論会を主催してくださった青年会議所の皆さんのご努力に心から敬意を表したいと思います。私は制度の狭間で重い障害を受けながら障害年金を1円ももらえない、いわゆる無年金障害者の救済を求めて活動をしてきました。岩手県の訴訟も支援してきました。今の安倍政権の暴走、消費税の増税、社会保障の連続改悪、そして TPP 参加による医療の崩壊、これまでも散々痛めつけられてきた社会的弱者にとっては本当に耐えられない、そういう政治が行われようとしている。そしてこれは被災地岩手にとってもとても我慢のできない政治だと考えています。さらに憲法9条を改悪して国防軍をもって海外で戦争できる国にしようとしている。今こそ国民の命、暮らし、そして平和が大事にされる、そういう政治を目指す時だと考えました。昨年暮れの総選挙で私は岩手3区の候補者として活動しましたが、沿岸被災地の声を国政に届けるとき、今こそその時だという決意で立候補することにいたしました。ありがとうございました。続きまして吉田晴美さん、お願いいたします。はい、民主党の吉田晴美です。私は47年1月1日生まれの41歳です。私は一人の子供を持つ母親でもあります。今回の立候補の動機、それはまず私が命の大切さを感じたこの経験に起因しているところがあります。甲状腺がんを患い、7年前に甲状腺を取りました。その時に感じた命の重み、これからの私の人生は人々のために尽くしていきたい、その思いで政治に取り組んでいこうと決意しました。そして震災を経て皆様も命を大切に思うところ共通していると思います。震災からの復興、これが何よりも第一。そこに女性の視点を生かしながら心のケア、そして体のケア、そういった女性の視点を生かせる震災の復興に取り組ませていただきながら縁あって岩手に参りました。全力を尽くして私も東北人の一人としてこの震災の復興に取り組みたい、その思いで立候補を決意いたしました。ありがとうございました。では続きまして高橋恵子さん、お願いいたします。どうもこんばんは。幸福実現党の高橋恵子でございます。私は岩手に生まれて育ちました。3人の子供の母であり主婦でございます。そのような一般の主婦である私が今回立候補の決意をさせていただきましたのは、今年2013年があらゆる意味で日本のターニングポイントになるということが分かっているからです。憲法の問題にしましても、消費税増税の問題にしましても、あるいは生涯現役社会年金の問題にしましても、今年この参院選で選択を間違えれば日本は先が続かなくなります。まさしくコーディネーターの丸山先生がおっしゃった、継続できる国家社会ではなくなるのではないかと感じております。そこでこの継続できる、これから繁栄していく先が見える日本の姿を提示させていただきたいと思って立候補いたしました。ここで申し上げたいのは、民主主義の根底にはフェアネス、公正さというものが担保としてあります。しかし今のジャーナリズム、マスコミにおきましては、
非常に悪辣な民主主義を侵害するそういう報道姿勢が見られます。名前を挙げさせていただきますが、朝日新聞、週刊文春、これらはどう申し開きを立ててもまさしく民主主義を侵害する報道姿勢だと考えます。後でご意見は賜りたいと思いますが、このように正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると述べるのが主婦の立場の高橋恵子です。今回のこのような機会をいただきましたことに感謝を申し上げます。今日は一日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして平野達夫さん、お願いいたします。おばでございます。平野達夫でございます。私はこれまで2期12年間にわたりまして岩手県選出の参議院議員として国政の場で活動をさせていただきました。特に岩手県の基幹産業、農業、林業、水産業、これをどのように振興するかということに力点を置きながら、財政の問題、あるいは社会保障制度の問題、こういったことにも関わりを持ちながら活動を続けてまいりました。そして、2年前の 3.11 の東日本大震災の発災であります。私は3月12日から野田内閣の終焉まで1年9ヶ月にわたりまして、復興副大臣、そして復興大臣として復興の最前線に立たせていただきました。さまざまな制度、あるいは法律、こういったものを作りまして、復興に向けた大旨の道具立ては揃えたつもりであります。しかしまだ復興は道半ば、特に住宅再建はこれから始まります。計画から実施の段階に入っていくに従いまして、さまざまな問題が出てきますが、そういった問題について引き続き国政の場で、復興の後押しをしなくちゃならないと考えております。それから農業問題、 TPP 問題、それから税と社会保障の問題等々、大きな問題が今国政の課題として目の前にあります。こうした課題の一つ一つについて、私はこれまで一国会議員として自分の発言、あるいは党としての発言、それは岩手県を代表としての発言、こういった発言をしてまいりましたけれども、今度は発言をする段階から決めるという、そういう段階に来ているのではないかというふうに思います。そういう意味においても、この参議院選挙は重要でありますし、これから決める政治、これをしっかりやっていくことが大事ではないかというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。では続きまして、関根俊信さん、お願いいたします。皆様こんばんは。生活の党公認で立候補予定の関根俊信でございます。私は岩手県議会議員として3期10年間岩手県政の推進に努めてまいりました。この間の皆様方からいただきましたご厚情に深く感謝を申し上げたいというふうに思います。私は小さな会社を経営しております。民間の視点で一次産業や地場産業など地域産業の振興と雇用の拡大、そして自立した地方を確立する地域主権改革、これに取り組みたい、これが私が岩手県議会に飛び込んだ最初の動機でございます。2011年3月11日東日本大震災津波が発災をいたしました。岩手県民は深い悲しみを乗り越え、心一つに復旧復興に立ち向かってまいりました。しかし国はどうだったでしょう。国は被災地からの要望待ち、復興庁はできたものの、省庁縦割りは依然強く、復興財源は本当に必要なところに使えておりません。被災地本位でない国の制度、仕組みが復興を遅らせる要因となっております。私はふるさと岩手で立ち上がろうとしている人たちの思いに応えていかなくてはならない、このように思い立候補を決意をしているものでございます。合わせて今政治は混乱をきたしております。政治の信頼は地に落ち、真の改革が失われようとしております。岩手は真の改革の本丸でございます。小沢一郎代表や達増拓也知事を先頭に、岩手県民皆様と共に真の改革の旗を高く掲げ、全国に呼びかけてまいりました。この旗を下ろすわけにはまいりません。岩手から政治の信頼を取り戻し、改革勢力を再結集し、日本を立て直していかなくてはなりません。私はその先頭に立つ覚悟で立候補を決断いたしました。ありがとうございました。では最後に田中